皆さんこんにちは。先日配布されました S ランク確率 30% 契約書10連続開封につきましてはギリギリまで温存させていただきます。みるみるでございます。というわけで久しぶりの動画になってしまったんですが、今回の動画テーマはこちらになります。2020年シリーズ2のね、選手たちが続々登場しているというところで、現在ね、S ランクではスアレス選手、山田選手、石山選手と登場しているんですけれども、僕が注目したのはこちら、A ランクの選手になります。その中でも、シティーズ1に登場していなかった、この西田昭久選手、そして坂口智貴選手、この2人についてね、ちょっと着目して動画を撮っていきたいと思います。すでにご存知の方も多いかもしれませんが、実はこの A ランクの選手が登場することによって A ランクの能力から S ランクで登場した時の能力、これがねある程度予想できるんです。はい、ですので今回はこの西田選手と坂口選手がシリーズ2にどんな能力で登場するのかっていうところを能力予想していきたいと思っております。はい、というわけでね、今回の動画テーマはこんな感じになるかなと思います。はい、まず最初にね、簡単に A 能力から S 能力への予想方法ですね、こちらを簡単に解説した後、続けてね坂口選手そして西田選手の能力評価を順番にやっていきたいと思います。いつものように概要欄にタイムスケジュールを載せておりますので、坂口選手はね西田選手の気になるところから動画をご覧いただければ幸いかなと思っております。それでは早速行ってみましょう。はい、それではですね、まず簡単に A の能力から S の能力をね予想する方法っていうものをね簡単に解説していきたいと思っております。これはですね、まあ過去のシリーズ1などのね A ランクと S ランクを比較すると、まあなるほどなと言える部分なのかなと思っておりますが、じゃあシリーズ1の例として挙げてみますと、この山田選手にしましょうか。 A ランクのねシリーズ1の山田哲人選手の能力になります。続いてこちらがシリーズ1 S ランクの山田選手の能力になります。こういった感じになりますね。まあ実際にね並べて見てみるとわかるかもしれませんが、こういう感じになります。はい、ミニとパワー総力の値なんですけれども、これをまずプラス10することによってS ランクの時の打撃のね3能力、ミートパワー総力の3能力を予想することができます。山田選手の場合はミート68、パワー72、総力72であったところから、 S ランクになるとねミート78、パワー82、総力82という形の能力になります。同じような形で守備能力、守備適性も見ることができるんですけれども、まずこちら A ランクの山田選手の守備能力ですね。はい、まあ、セカンドのね守備適性が70で、捕球が57、スローイングが47、肩が62っていうような形になっているんですけれども、これが S ランクになるとセカンドの守備が75、捕球が60、スローイングが50、肩が65というような形で能力が上がる形になっております。これ実際にどのぐらい上がっているかっていうところなんですけれども、守備適性に関してはプラス5ですね。はい、プラス5することによって A ランクの能力から S ランクの守備適性の数値をある程度予想することができます。でまたこの守備能力のね捕球スローイング肩についてはプラス3ですね。能力をプラス3することによって A ランクから S ランクの能力を予想することができます。で最後に特殊能力の部分に関してなんですけれども、こちらもまあある程度の予想にはなるんですが、はい、こちらですね、まず A ランクの山田哲人選手が、まあ、パワーヒッターという特殊能力を1つ持っております。それに対して山田選手 S ランクの特殊能力がこちらになります。まず超特殊能力がね超パワーヒッターというところで、あとは選球眼盗塁という形についてるんですけれども、正直この2つはまあ予想するのが難しい部分ではあります。予想できるのは一番上の特殊能力のところで、先ほどのね A ランクではパワーヒッターという能力を持っていたんですけれども、 S ランクになるとこのパワーヒッターっていうところが超特殊能力になりまして、超パワーヒッターっていうような形の特殊能力になります。こういった感じで A ランクからね S ランクの能力が予想できるので、今回はこの坂口選手と西田選手続けて能力を評論していければなと思っております。というわけで簡単なね A 能力から S 能力を予想する方法の解説をさせていただきました。はい、それでは続いてシリーズ2坂口選手の S ランクの能力、こちらを予想しつつ能力のね評論をしていきたいと思っております。それでは行ってみましょう。まず坂口選手こちらですね。坂口選手 A ランク、ミート59、パワー50、総力64というような形で登場してますね。メイン適性はファーストになりました。坂口選手ファースト起用と外野起用、正直守備機会は半々ぐらいかなっていう印象なんですけれども、ファーストで登場したような形になりますね。はい、というわけでこの坂口選手
選手の能力、先ほどね紹介した S 能力の予想方法にのっとって能力を予想してみました。それがこちらになります。はい、ドン。こんな感じですね。すいません、ちょっとね若干雑コラみたいになってしまってるのは大変申し訳ないんですけれども、 S 能力の3能力はこんな形になるかなと思います。はい、ミート 69C、 パワー 60C、 走力 74B というような形になります。弾道につきましては正直 A ランクから S ランクでアップするっていう例がね過去にあったかちょっとわからないんですが、あまり変更があったイメージはありません。というわけでこんな形になるかなと思っております。というわけでまず3能力見ていきますと、そうですね、見ていただくと分かる通り走力型っていうような形になりますね。でまあ称号で同値とかは狙えないんですけれども、まあ、ミートに関しては称号によって B まで乗せることができる能力になっております。はい、弾道のところがねちょっとね個人的にがっかりというか気になるところがこの低弾道っていうところかなと思っております。で、ね、低弾道ですとやっぱりプロスペースだとなかなかね自走車の面がしにくい選手っていうところの印象が強い能力になっております。まあ正直ね坂口選手今シーズンの成績だとキャリアハイのねホームラン数を放っているんですよね。なので中弾道からラインドライブになってくれてもいいのかなって個人的には少し思っていたんですが、キャリアハイのねホームラン打っているんですけれども、8月中に打ったホームランがね非常に多いんですよね。なので8月中の能力が査定に入ってないってなってくると、まあ低弾道は致し方ない部分なのかなと思ってしまう部分ではあります。はい、非常に残念ですね。ファーストっていう守備位置ですとねある程度打撃能力の高い選手を入れたいのがね現実ではあるんですが、まあ今のスワローズのファースト事情でいくと、まあ坂口選手のファーストがね一番強いのかなと私も思いますので、この能力はある程度仕方ないのかなと思っております。続いてね守備能力見ていきたいと思います。はい、こちらもね A 能力がこういった感じになっております。ではここから S ランクの能力予想してみるとこういった感じになります。はい、こうですね。守備適性の方ですね、こちらがファーストの適性が D という形で、これは A と特に変わらずですね、はい、プラス5になってで守備適性ファーストが56っていうの形になります。でまあ元々ね外野手の坂口選手ですので、外野適性はね例年高めに査定されているんですが、今回も高めに査定されているかなといった印象です。はい、レフトライトが60、センターが64っていうような形ですね。はい、全部 C に乗るといった形で小3で外野を守れるような能力になっております。で補給スローイング肩もプラス3をしていきますと63、スローイング63、肩 58D というような形になりますね。基本ファースト起用になるかなと思いますが、外野の枠が空いている場合は外野で起用することも全然できる能力になっておりますね。強いて言えば前回も川端選手の時に少しお話ししたかもしれませんが、身長守備なんですよね。はい、まあ、過去にね登場している坂口選手も基本身長守備というような形になっていたんですけれども、外野で起用している場合はねダイビングキャッチなどをね無理に行って打球を後逸してしまったりとか、そういったことを防げるので、身長守備に関してはそこまで悪い能力ではないんですけれども、ファーストで起用した場合ですね、内野で起用した場合はどうしてもね強い打球というか、ある程度ね遠い打球に対してもダイビングしてほしいっていうようなね感じになりますので、少しこの身長守備っていうのがちょっと使いにくい部分、マイナスポイントになってしまう部分なのかなとは正直思っております。はい、あとは気になる点で言うと、まあ、肩が 58D というところで、ファーストでね起用することに関しては、まあ、肩 D でも特に問題はないかなっていうところなんですけれども、外野ですね、外野で起用した場合肩 D だと、まあ正直そこまで強くないという、肩が強くないということになりますので、ちょっとね心もとない能力なのかなという形にはなってしまう印象かなと思っております。続いて特殊能力の方を見ていきたいと思います。まずね A ランクの特殊能力がこんな感じになりますね。はい、選球眼というところで、まあ、ここはね S ランクとして予想するとおそらくこの選球眼の部分、これが超選球眼という能力に変わるかなと思っております。あとはですね過去のね特殊能力から参考にすると、対左打者ですとか、あとはねチャンスメーカーとかですね、その辺の特殊能力がつきそうな印象を受けます。
というわけでね、坂口選手の S ランクの能力の総評はこういった感じになるかなと思います。現実のねプロ野球で坂口選手かなりね、活躍されてホームランも打っている選手だったので、打撃能力はね正直過去のね能力から考えても、現在のプロ野球の成績から考えても、まあ、過小評価されている選手になってしまったのかなっていうところが印象強いですね。 A ランクからね S ランクが登場するタイミングで能力がね上がったりするっていうこともあるので、もしかしたらねこのホームラン数が坂口選手増えているのでパワーが上がったりとか弾道が上がるっていうことはちょっとどうかっていう部分ですけれども、その辺のね能力変更はもしかしたらあるかもしれません。そういったところにねぜひ期待していきたいかなと思っております。というわけで S ランク坂口選手の能力予想と総評でした。はい、では続いて西田選手見ていきたいと思います。はい、こちらですね。それではこちらを S ランクの能力に変更してみたいと思います。予想がこちらになります。ドン。はい、こんな感じですね。はい、ミートが53の D、 パワーが68の C、 走力が64の C ですね。はい、まずですね見ていただくとね分かる通り、こちらパワー型のキャッチャーというところが誕生しました。ヤクルトのねキャッチャー事情ですと、過去ねスタメンをずっと張ってきていた中村選手ですね、中村雄平選手、こちらがね、まあ、走力型から一時期ねミート型になることもありましたけど、パワー型になるっていうことはなかったので、今回西田選手の登場によって貴重なパワー型のねキャッチャーが新登場するというような形になります。ヤクルトのねキャッチャーを使っている人だと、他にはね古田選手を使っている人っていうのがね多いので、古田選手と比べてしまうと打撃能力はやっぱり劣ってしまう部分ではあるんですが、それでもスピリッツ3500の高弾道でねパワー型っていうのはかなりね貴重な選手なのかなと思っております。でまあ称号でねパワー B も狙えますし、かなりね使いやすい選手だなと思っております。はい、続いて守備能力を見ていきたいと思います。はい、まずね A ランクの守備能力がこういった感じになります。ではこちらをね S 能力、 S の時の能力予想という感じで出してみますと、こういった感じになります。はい、キャッチャーが D の59で、ファーストが D の54ですね。で捕球が D51、 スローイングが C60、 肩が B の74といった形になります。やはりねまあ最初目につくところがキャッチャーの適正部分ですかね。はい、こちらが S ランクになってもおそらく C には乗らないというような予想になります。ギリギリ D の59というところなので、まあメイン捕手で適性がね C までないっていうのはかなり残念なところ、辛い部分かなっていうところの印象ですね。その分ねファーストの適性は D の54まで上がっているので、サブポジでファーストとしてね起用する分には逆に十分な能力を持ってる選手なのかなという印象です。で守備能力ですね、捕球スローイング肩を見ていきますと、思ったよりもねバランスのいい守備能力を持っているかなと思います。捕球もですね51というところで、まあそこまで悪い能力ではありませんし、スローイングも60で C あります。肩がね 74B というところで、まあキャッチャーとしてはねめちゃめちゃ強いかと言われるとそこまでの能力ではないんですけれども、まあそこそこ高い能力になっております。プロスピエースのね世界ですと、まあ基本的にねオールスターみたいなオーダーだったりとか、足が速い選手がバンバン盗塁してくる世界なので、まあ肩 74B でどこまで盗塁をね阻止できるかっていう部分は気になるところではありますね。逆にねこの守備能力だったらファーストで使う分にはかなり高い能力だなと思いますので、捕手にねもし古田選手とかを使っているんであれば、まあ坂口選手をファーストに入れるのもありですけれども、この西田選手をファーストで起用するのも、まあ、そこまで悪くない起用なのかなと思ったりします。では続いて特殊能力見ていきたいと思います。はい、 A のね特殊能力こちらになります。プルヒッターですね。はい、プルヒッターなので、まあ S になった時はこれが超プルヒッターというような形の能力になるかなと思います。まあキャッチャーの特殊能力で考えると、やはりあの捕手というね特殊能力、あれが非常に重要になってくるんですけれども、プルヒッターがね超特殊能力に S ランクの時になると考えると、まあ最低でも捕手下位ですね。シリーズ2なので2番目の能力はね下位の能力になるんですけれども、なので捕手下位の特殊能力がついてくれると非常に助かるなというか嬉しい能力だなと思いますね。というわけで S ランクの西田選手の能力の予想と能力査定をしてみました。西田選手ですね、過去に登場したのが先ほども言った通り
り2016年だったりするので、西田選手の A を持っている人っていうのはかなりね少ないのかなと思っております。はい、なのでですね、ちょっとね育成がしにくい選手になってしまうっていうところはちょっとネックかなと思いますので、まあ西田選手の S ランクが登場するまでにこの A ランクの西田選手を集めていけると、西田選手を手に入れられた時に非常に楽になるのかなという印象でございます。能力に関してはね、まあ特にね過小評価されているかなっていう印象はそこまでありませんね。まあ妥当な能力かなっていう部分の印象はありますが、やはりねパワー型のキャッチャーっていう部分でヤクルトではなかなかね手に入れられないキャッチャーではあったので、ぜひねここは入手していきたい選手だなと思っております。というわけで西田選手の S ランクの能力予想と能力査定でした。はい、というわけで今回は坂口選手と西田選手、2020年シリーズ1でね登場していなかった選手の S ランク能力予想をやってまいりました。まあ、シリーズ1でね登場していなかった選手なので、能力はねずっと気になっていたところなので、まずね能力を知れて単純に良かったなっていうところと、まあちょっとね現実のプロ野球でヤクルトのねチーム状態が良くないっていうところで、まあ多少 S ランクの能力とかねヤクルトの選手の能力も下がり気味になってしまうっていうところがちょっとあるんですけれども、まあ坂口選手がファーストで登場したというところで、村上選手のねメイン守備位置がおそらくサードになることがこれで確定したかなと思っております。ですのでアニバーサリーでね登場する村上選手、こちらが三塁というところが確定したので、それによってねオーダー強化のね方法をいろいろまた考えていける材料になるかなと思いますので、少しでもね参考になったら幸いかなと思っております。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。プロスピエースの動画ね、今後も無課金の純正ヤクルト目線でいろいろと動画を撮っていきたいと思っておりますので、ご感想とかご意見とかございましたらぜひコメントまでいただけると幸いでございます。高評価とかチャンネル登録もしていただけると動画制作のねモチベーションにつながりますので、ぜひポチッと動画を閉じる前に押してっていただけると非常に嬉しいです。最近ねチャンネル登録も徐々に増えてきて、ヤクルト好きのプロスピエースのね皆さんにだんだん知ってもらって非常に嬉しく思っております。はい、というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。次回のねプロスピエースの動画でお会いいたしましょう。それでは。